森英次郎は日本の俳優である。森英次郎、森英次郎の名を使用することもあった。坪内商用文化の進撃俳優であり、坪内の文芸協会から舞台協会、同志座を結成、日活向島撮影所の進撃家に協力したことで知られる。ハムレット出演時、満23歳。奥が森、左が土井春書のハムレット。 1887年11月1日、神奈川県横浜区境町に生まれる。同地は輸出入業者の集う町であり、森の成果は輸入用品店であった。東京府東京市本郷区にある旧制経過中学校に進学するも文学を志して親族の反対を受け、4年次終了後に中途退学する。タイピストとして生計を立てつつ、 坪内ーチ門下の水口美容が主催する東京文書劇協会に参加、初舞台を踏む。1909年5月、坪内が設立した文芸協会演劇研究所の補欠試験に合格し、第一期生になる。同期には、同年4月に入所した小林正子、佐々木一億千万億、武田正則、院は、八木下富士、伊藤治もはじめ、塚月、春臣、 日高清、栗よ郎、志田徳造、三田千恵子、五十嵐吉野の12名のほか、森と同じく補欠募集で入賞した、上山総人、川竹重俊、横川忠次、加藤誠一らがいた。1911年4月に研究所を卒業し、文芸協会に所属する。同年5月には、帝国劇場での同協会第一回公演として、ウィリアムシェイクスピアの悲劇、 ハムレットの全幕上演が行われ、ハムレットの親友、保冷章役を演じて、当たり役とする。1913年5月31日、同協会を法月が大会、スマコが有志大会処分で去って協会は、同年7月に解散、森は、佐々木、横川、加藤、吉田幸三郎、岡田義子らと共に、舞台協会を設立する。 同年11月28日、帝国劇場での同協会第一回公演として、ジョージ・バーナード賞の儀曲、悪魔の弟子、ビルヘルム・フォン・ショルツの儀曲、負けたる人を上演した。ベニスの商人の上演では、シャイロック役を演じ、1920年11月、従来、シンパ劇を手掛けてきた日活向島撮影所が、お山を廃止女優を導入した新劇による、 第三部を創設、その主演俳優として、同撮影所に招かれる。向島第三部第一回作品として、田中英座が監督した、朝日刺す前に、坪内文化だった、林剛や、女優の坂井米子、中山歌子らと共に出演し、同作は、同年12月31日に、正月映画として、徳川無星が弁士を務める赤坂の洋画専門館。 青い館を中心に公開された。第三部創設による改革は、工業的には効果はなく、日活は、進化傾向に戻すことを決め、この決定に憤慨した森は、1921年5月16日に公開された、見果てぬ夢に主演したのを最後に、同撮影所を辞した。1922年12月、田中英座が監督したサイレント映画、 ケイアエリテンの死者後の夜に、藤野秀夫、絹笠定之助ら幹部俳優13名が、集団退社の辞表を提出、国際活営に引き抜かれる事件が起きる。同撮影所の首脳陣の決定により、森の所属する舞台協会との提携が提案され、同協会はそれを受けて、森をはじめとして、山田隆也、佐々木つも岡田し子、 夏川静江ら二十数名が向島に参加することとなった。翌1923年には日活向島舞台協会提携第一回作品として田中英座を監督にドクロの舞が制作され、退社せずに残った幹部俳優である山本義和や第三部創設時に入社した鈴木歌子らと共に出演し、同年3月15日に公開された。 同年9月1日に起きた関東大震災で同撮影所は壊滅全機能を日活京都撮影所に移し現代劇を制作する第二部を創設した際にはこれに参加せずに日活を退社した。1924年9月舞台協会のメンバーが中心となって新たに同志座を結成同年同月第一回公演を東京有楽町にあった。 高学座で上演した。1925年には、同協会は、兵庫県西宮市紅葉園の、東脇根真紅葉撮影所と提携、坂田重則が監督した、光闇を行く、おつや殺し、土涛の叫びに出演した。1926年5月、坪内志向による、宝塚国民座の結成に参加、以降、舞台俳優に徹した。 その後は1934年に古川六波一座第二次世界大戦開戦後の1942年には小畜家庭劇に参加1944年には自らの一座を結成して満州国に異門に向かった満州国での異門公演の途中で肺結核に倒れ真島省真島市の陸軍病院に収容された1 9 4五年八月十五日 同病院で終戦を迎え、同年11月28日、同病院で隠しした、満58歳没。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは平記した。すべて制作は、日活向島撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、東亜キネマ公用撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。